じゃあ俺さ、今 YouTube 配信してるから見て。まあ、チャンネルあんの？チャンネルあるよ。知らん。カイちゃどんこのしだよ、か本知らん物。よ、俺。カイちゃんのしか知らん、VIP の。どうやって自分の分析するんだろう。サモナーズリフトへようこそ。うらら晴れ。ミニオン出撃まであと30秒。はい、愚者の教えなり。まあ見れてるわ。ミニオンが出撃しました。これ真実は闇の中に。もう10秒じゃ遅延あるな、これ。これ、お前ロールやってんの、これ。なんねえかな。影に抱かれよ。サモバーストフラッ闇の中で朽ちるがいい。貴様を倒すにはこの影で十分だ。首輝を断つのは。敵を倒しました。できへんかった。あれか？どこだ？ミッド？ミッドに行ったやつか？しました。存在せぬ。敵を倒しました。
敵を倒しました。味方が倒されました。敵を倒しました。味方が倒されました。貧困は弱さに過ぎる。禁じられた術術。뭐야잠오세요뭐야그배기가와오란페이지안스톱블과거와돌이켜세는뭐야味方が倒されました。金庫は愚者の教えなり。味方が倒されました。
敵を倒しました。ダブルキル、ドミネーティング。生き残るは強者のみ。敵を倒しました。前刃よ、ゴッドライク。もうよ、味方が倒されました。味方のタワーが破壊されました。ゲームね。これは影に触れ、真実を知れ。なんだべね。今までゲームやってきたけどさ、バイオハザードとかさ、もちろんそうだし、COD とかやってきたけどさ、ね、なんか楽しいと思うもんがさ、他の人とマラチクの影響なのさ。対戦もそうだけど、ダブルキル、どうでしょう、敵を倒しました。水は、うん、ね、うん、だからそのあれよ、あれ FPS が一番俺の中であるから、最近もでもハンドルとかね、いや、シャットダウン。半年以上 FPS とかやってないからさ、やってたって言っても、うん、だから、うん、あれってもんね、たまになんかドラクエとかやったりとか、携帯のソシャゲもそうだしさ、それ以外のファミコンとかもやるしさ、けど結局ね、自己完結だからさ、それももう、なんだろうな、限度があるから、うん、そこでやっぱマルチ系のやつやった方がいいのかなって思う気もするし、ちまちまな、まだだったらモンストとかさ、みんなアホみたいなやつや、うん、だからないんだなっていうのが、昔だったらみんなさ、みんなゲーム機もちょっとさ、やってたけど、それが楽しいさ。けど、この遠隔上でできるものって言われたらないよね。あ、でもなんか、うん。そうやな、アマンガスとかもそうだし、なんか、あれボンバーマンやって、マルチであんのしたら、ボンバーマンとかさ、ボモデルとか、マジで、違う。あ、まだまだ家にある。一番があったら別に、うん、協力する。一応あるからさ、別にいいんだから。
開しました。金庫は愚者の家だ。あ、ですか。リーフィット、あー、なんかあるな。スイッチだから結局寝たんじゃない。真実は闇の中に。どうだ、音もなく。まあ、最近その麻雀かさ、ゴッピ、しかもおもゴッピ面白いなっていうか、うん、単発的にできるのがそんぐらいだなと思って。味方がタワーを破壊しました。暗闇の闇、そこだ。影にフラフラしてんのよ。真実を知る。味方がタワーを破壊しました。スペックなのな。デスクトップ敵を倒しました。味方が倒されました。ここはあるな、うん、優先引けばね。敵を倒しました。ダブルキル。何も届いてない。だっけ。ビクトリーって思うじゃん。仕事してて思うのさ、ニューロのあの区域。ああ、沼のこととか拓遊なんだから。うん。ガチで。いや。
Queen.